アレクシオス・コムネノス・ストラティゴ・ポーロスは、ニカイア帝国、ビザンツ帝国の貴族、メガス・ドメスティコスやカイサルの地位まで登った。1261年に、ラテン帝国からコンスタンティノープルを脱回し、パレオロゴス朝によるビザンツ帝国復興の立役者となったことで知られる。多くの皇帝を輩出したコムネノス家の末裔であり、1250年代に、 エピロス先制広告を攻めるニカイア帝国軍の将軍として登場するが、この時すでに老齢の域に入っていた。ニカイア皇帝テオドロス2世、ラスカリスの長を失ったものの、ミカエル8世、パレオロゴスを支持し、1258年に彼が権力を掌握するのを助けた。1259年のペラゴニアの戦いでは、反ニカイア連合軍を打ち破るのに貢献したものの、 翌年にエピロス軍に敗れ捕らえられた。数ヶ月後に釈放されてからしばらくして、1261年に軍を率いてコンスタンティノープルの偵察に向かったが、この時思いがけなく町の制圧に成功し、ビザンツ帝国復活につながった。しかし翌年に再びエピロスの捕虜となり、数年間をイタリアで過ごした。釈放された後は公職から退き、 1270年代前半に死去した。ニカイア皇帝ヨハネス三世、トゥーカスバタツス、アレクシオス・ストラテゴ・ポーロスの前半生については一切記録が残っていない。彼につながる正確な系譜も不明で、ただストラテゴ・ポーロス家が貴族であることしか分かっていない。他のストラテゴ・ポーロス家の人物としては、11世紀から12世紀に、 かけて生きて1216年頃に、ニカヤ帝国のメガスロゴセテスを務めたヨハネス、ストラテゴポーロスという人物が知られているが、彼とアレクシオスとの血縁関係も不明である。ただ、1255年頃に用いられたと考えられている印象に、アレクシオス・ストラテゴポーロス・コムネノスケという国印が見られることから、ストラテゴポーロス家は、 コムネノス家の流れを組んでいたと考えられる。15世紀のコンスタンディヌーポリ総主教ゲンナディオス2世や16世紀の学者スードス・フランェスによれば、アレクシオス・ストラテゴポーロスは、カエサルのニケフォロス・メリッセノスと、皇帝アレクシオス1世、コムネノスの娘エウドキア・コムネナの間に生まれた、ヨハネス・コムネノスの子孫であるという。スードス・フランェスは、アレクシオスは、 ヨハネスコムネノスのひまごで、ストラテゴポーロスという仮名は祖父すなわち、ヨハネスコムネノスの息子、アレクシオスの妻から受け継がれたものであるとしている。一方ゲンナディオス二世は、アレクシオス・ストラテゴポーロスは、ヨハネスコムネノスのやしゃごであり、ストラテゴポーロスとは、アレクシオス・ストラテゴポーロスの父テオドシウスが、ニカイア皇帝ヨハネス三世、 トゥーカスバタテスからその将軍としての名貧さを褒められ、小さな元帥という意味の通称を与えられたことに由来するとしている。アレクシオス・ストラテゴ・ポーロスの少年もわかっていないが、1258年の記録ですでに老人と呼ばれていることから、12世紀から13世紀の変わり目付近で生まれたのではないかと推測されている。アレクシオス・ストラテゴ・ポーロスには、 コンスタンティノスという息子がいた。ゲオールギオス・パキメレスによれば、彼は、ヨハネス3世の弟でセバストクラトルだったエサキオス、トゥーカス・バタツエスの娘と結婚した。アレクシオス・ストラテゴ・ポーロスの印象、アレクシオス・ストラテゴ・ポーロスの名前が年代記に登場するのは1252、3年、ヨハネス3世、トゥーカス・バタツエスの時代である。彼は文献体を率いて、 オストロボコ近辺に進出し、ライバル国のエピロス先制広告領を荒らした。1254年、彼はマケドニアのセレスに拠点を置き、翌年メガスプリミケリオスのコンスタンティノストルニケスト、共にロドピ300の西側の絶対な城を攻撃したが、この遠征は多数の犠牲者を出して失敗した。同時代の歴史家、ゲオールギオス・アクロポリテスは、 退治したブルガリア軍を前もって調査することを怠った二人の将軍を非難している。ニカイア軍は装備や馬をブルガリアの羊飼いや豚飼いのもとに残して改装した。皇帝テオドロス2世ラスカリスもこの敗北に憤激し二人を解任した。その上、アレクシオス・ストラテゴポーロスが野心家のミカエル・パレオロゴスの派閥と近い関係にあったのもわざわいして、 アレクシオスは、間もなく投獄され、息子のコンスタンティノスは不敬罪に問われ両目を潰された。テオドロス2世は1258年8月に死去し、間もなく、ストラテゴポーロスは釈放されたとされる。テオドロス2世の幼い息子ヨハネス4世ラスカリスが、ニカヤアテイを継ぎ、ゲオルギオス・ムザロンが、摂政となったが、ストラテゴポーロスが加担する、ミカエル・パレオロホス派が、 ムザロンとの抗争に勝利し、8月25日に、ミカエル・パレオロゴスが、摂政の地位に就いた。同年、ストラテゴ・ポーロスは、ミカエル・パレオロゴスの弟で、メガス・ドメスティコスのヨハネス・パレオロゴスと共に、エピロス先制広告支配下のマケドニアへ侵攻した。1259年初頭にミカエル・パレオロゴスが、ミカエル8世として、共同皇帝に即位すると、ヨハネス・パレオロゴスは、 セバストクラトルに昇進し、ストラテゴポーロスはその後を継いで、メガスドメスティコスとなった。1259年、ストラテゴポーロスは、ペラゴニアの戦いで、エピロスシチリアアカイア連合軍を破り、シチリア王マンフレーデが派遣してきた、ドイツ人、騎士400人の部隊を捕虜とした。その後、ヨハネスパレオロコスは、テッサリアに侵攻し、 ストラテゴポーロスとヨハネスラウルペトラリファスもエピロス領、深くへ侵攻した。まず、ピントス山脈を越え、法位下にあったヨアニナを返し、エピロスの首都アルタを陥れた。エピロス先生港、ミカエル二世アンゲロスコムネノスは、ケファロニア島へ逃れた。この時、歴史家、ゲオルギオスアクロポリテスラ多くのニカイア人捕虜が、アルタから解放された。この戦火により、 ストラテゴポーロスはカエサルに昇進した。しかし翌年になると、ニカイア帝国は前年の成果を次々と失っていった。ミカエル2世やその息子たちがイタリア人傭兵を連れてアルタに上陸し、エピロスの住民は再び彼に従うようになった。ナフパクトス近くのトリコルフォン峠で、ストラテゴポーロス率いるニカイア軍はエピロス軍に惨敗し、 ストラテゴポーロス自身も敵の捕虜となった。コンスタンティノープルの春の門。1261年7月25日、ストラテゴポーロスの部隊はこの門からコンスタンティノープルに入場した。こうした揺り戻しはあったものの、ペラゴニアの勝利で、二回ア帝国が得た優位が揺らぐことはなく、ミカエル八世は最大の目標であるコンスタンティノープル奪回へと進み始めた。 このかつてのビザンツ帝国首都だった都市は1204年に第4回十字軍が占領して以降、ラテン帝国の支配下にあった。1260年、ミカエル八世はコンスタンティノープルを攻撃したが失敗し、8月にラテン帝国と1年間の休戦を結んだ。次の戦争に向けて、ミカエル八世は1261年3月に、 ジェノバ共和国とニンファエウム条約を結んで同盟し、急戦消滅間近の7月になると、少し前にエピロスから釈放されたばかりのストラテゴポーロスに800人の小部隊を与え、北方のブルガリアの動きとラテン帝国の防防備を探りに向かわせた。ストラテゴポーロスらは、コンスタンティノープルの西方30マイルほどのセリンブリア村まで来たところで、自作のお立ちから、 コンスタンティノープルの状況を知った。ラテン帝国軍や、その同盟国である、ベネツヤ共和国の艦隊は、ニカヤ領のダフノーシア島攻撃に向かっていて、コンスタンティノープルを留守にしているということであった。ストラテゴポーロスは、当初この好機を活かすことをぶった。ここで、コンスタンティノープルを征服するのは、越権行為であり、また、いかに町が無防備とはいえ、すぐに、 ラテン軍が帰ってくれば、彼のニカイア軍は、立ち打ちできないためであった。しかし最終的に、ストラテゴポーロスはこの町を奪回する絶好の機会を、逃すことはできないと決断を下した。1261年7月24日から25日に、かけての夜、ストラテゴポーロス隊は、テオドシウスの城壁に近づき、春の門の近くにある聖母マリア教会に潜んだ。 一部の兵が先遣隊として派遣され、数人のテレマタリオイの案内に従って、秘密の通路を通って、コンスタンティノ・ープル市内に侵入した。彼らは、縄文の守備兵を奇襲し、内側から門を開けた。ラテン人は全く不意をつかれ、小さな戦闘の末に、ニカイア軍が陸側の城壁を奪取した。この方はすぐさま都市全体に広がり、 ラテン皇帝ボーダン2世イカラテン人たちは、近閣安沿いの港に逃げ、船で脱出を試みた。ストラテゴポーロス隊は海沿いにあった、ベネツィア人の建物や倉庫を焼き払い、ベネツィア軍が上陸してくるのを予防した。ラテン人住民の多くはたまたま到着した、ベネツィア艦隊に逃げ込んで近隣のフランコクラティアへ脱出したが、コンスタンティノープルの都市は、 ニカイア帝国の手に落ちることになった。ニカイア帝国軍によるコンスタンティノープルの脱会は、ビサンチ帝国復活を知らせる象徴的な事件となった。8月15日、生信女終身祭の日、ミカエル八世がコンスタンティノープルに入場し、ハギアソフィア大聖堂で大冠式を行った。 もはや共同皇帝ヨハネス4世ラスカリースは用済みとなり、この若い皇帝は目をつぶされた上で投獄された。ストラテゴポーロスはミカエル8世から凱旋式を行う栄誉を与えられ、その名が皇帝とコンスタンディヌーポリ総主教と共に、教会に刻まれた最高の名誉を得たストラテゴポーロスは1262年に再びエピロス遠征軍を任された。しかし彼は、 エピロス先生後、ニケフォーロス一世に敗れて、再び捕虜となり、今度は、イタリアのマンフレーディの元へ送られた。1265年、彼は、マンフレーディの姉コンスタンツェ・ホンシタウフェントの、捕虜交換により釈放された。1270年12月にボロス近くの、マクリニティッサ修道院に寄付したというのが、アレクシオス・ストラテゴポーロスの名が残る最後の、記録である。 彼は1271年から1275年の間におそらくコンスタンティノープルで死去した。ありがとうございます。